皆さんこんにちは、俳優の岸田達也です。そして達也のブンブンマンブリライフへようこそ。本日はですね、皆様にすごくすごくポジティブなお知らせがあります。結論から申し上げますと、岸田達也この夏 YouTube 本気になります。ということで、初めてこの YouTube 岸田達也のブンブンマンブリライフにですね、動画を上げた時に、売れるつもりなんか全然ありませんと、東海オンエアの600何十万人の 10% でも 5% でも 1% でもチャンネル登録をしてくれれば、このチャンネル大にぎわいで、それで僕は楽しく岡崎ライフを過ごせて、それを皆さんに共有できれば皆さんもちょっと楽しんでくれるんじゃないですか、ということで、そこから数えて2年が経ちました。で、今非常に思うわけです。このままじゃまずいと。何がまずいって、りょうくんなんか特にそうだけど、頑張ってるたっちゃんを見たいと、本当にそんないくらでも応援するよって、もうその言葉がすごく僕には染みて、ここもうずっと半年、いや1年くらい悩みに悩んで、ただただ1年が経ちました。悩んでいたんです、本当に。とにかく YouTube を伸ばしたい、伸ばさなきゃいけない、これは本当に強く思いました。でね、今東海オンエアのメインチャンネルがない月曜日に1投稿で、まあもう少し頑張れれば2投稿ぐらいの頻度で YouTube を上げてるんですけど、まずもってそこが甘い。 YouTube の更新頻度をまず増やさないといけない。でね、もっといろんな企画に挑戦したい、それは自分が楽しみたいっていうのもあるし、エンタメとしてもっといろんなことをやんなきゃいけねえなって、あとはちょっとお金かかっちゃってもいいかな、時間かかっちゃってもいいかなっていう企画、惜しまずに挑戦しなきゃいけない、体張れ岸田ということでね、ここからが大切ですよ皆さん。はい、メモ準備してください。準備しましたか？はい、ここからが一番大事。パートナー欲しい、パートナー欲しい。りょうくんにね、こういう相談をサウナに入りながらしてたわけですよ。たっちゃんはいじられてなんぼやだから、たっちゃんもやっぱり人と一緒にやった方が面白いんじゃないって、いやそれすげえ思うなってマジで思いました。 YouTube 撮ってる時ってほんと楽しいんですよ。でもね、これあるあるなんですけど、カメラのこの録画ボタンを押すこの指が、これがマジで重い。これほんと重い。だって普通に考えてくださいよ、俯瞰で考えて、めっちゃ一人の部屋でシーンってしてる中で、今俺こうやって話してたらさ、ちょっとやっぱ異様でしょ。ちょっと話それましたけど、何が言いたいかって、なんと今日一緒に動画を作ってくれるパートナーの方が来てくれてます。こんにちは。いやー、カメちゃんです。カメちゃんです。はじめまして。はじめまして。僕ははじめましてではないんですけど、これちょっと説明させてください。やっぱり一人の YouTuber なので、自分はこうやって表に出ていろいろ話していきたいんだけど、やっぱりそれに対して一緒に会話できる、ちょうど僕のことをいろいろ分かってくれてそうな人っていねえかなって探してたところに、こういう業界のね、いろんなことをやっている友達僕たくさんいて、そういう人とお酒を飲みに行ってて、自分の YouTube とかの悩みとか今みたいな話をした時に、たまたま紹介してもらったのがカメちゃんなんです。面白そうって思って岡崎来てみたら、気づいたらカメラの後ろに立ってました、ね、いやマジでそうだね。いやだからこれ本当にすごいことが起きてるんですよ。今ここ岡崎だよねって思いましたよね。なんとカメちゃんうちに住み込みです。よろしくお願いします。すごい、いやすごいよカメちゃん。普通に名字岸田でいいですか？岸田でだよ家族になるんだ。家族になりましょう。いやでもほんとそうだよね。昨日来たばっかり。まだ24時間経ってない。まだ24時間経ってないです。だから彼はね、自分のまた一つ人生をこの夏 YouTube 伸ばしたいっていう僕にですね、力を貸してくれるべく、家だから東京に残したまんま来てくれたってことだよね。そうですね。やばいよ普通に。変な人だよ多分僕なりにね、エピソードというか、カメちゃんは一回その岡崎に来てくれた時とかに、りょうとね、ご飯をする機会があったんだよね。その時に、カメちゃん、東海オンエアに寝たないのみたいな話を振られた時に、東海オンエアがリアル 4DX やったら面白いと思うんですよ。はぁ、それ、マジ、一週間くらい前に撮ったっていう出来事があったんですね。知ってます？東海オンエアのネタって、本当に本当によりすぐられたあの6人のメンバーが、もうすっごい空気感で調校しながら考えてるネタ、それでも通らないっていう中で、もうよりすぐられた宝石のようなネタを東海オンエアやるんですけども、ほんとそれに近いようなものを彼はポンってこう落としてきた時に、僕とりょうはこう目を見合わせて
て、ほんとそれは今でも忘れないんですけど、彼にはほんとそのイズムがあるなと。このネタを出す前にもですね、うちにその遊び来てくれたタイミングからずっとただお話をしていて、僕よりちょっとね年齢的には若いけども、あ、見つけたわっていう、一緒にこうやって YouTube 楽しいことできたらなっていうところでちょっとこう話をしたら、もう岡崎にいるっていう完璧なストーリーが僕の中ではあるんですよね。そうですね、本当に岸田さんと初めてお会いして話してた時にマジで YouTube に対する熱量がまず1個、本当に画面越しで視聴者の皆さんが見てる以上熱量と、あと動画だけ見たらちょっと天然なところがあったりだとか、ワイワイギャンギャンのお兄さんって感じだと思うんですけど、意外とマジで深いところまで考えてるんですよ岸田さんは。本当にそうなの、熱量と動画に対するひたむきさ、すごい上から目線みたいな方になっちゃいますけど、に心打たれて、俺は絶対一緒に動画作ったら面白いものできるなって言って、伸ばすしかないと思って走ってきました。走ってきた走ってきました。一緒に車で来ただろうが助手席に乗ってただろうが、あざす。俺的にはもう今話してただけでこういう感じ。今日からはですね、僕の裏側で裏ディレクターみたいな、ちょっとプロっぽい言葉で言いますとね、そのポジションみたいなことで、まあ、そうですね、本当に動画作りお手伝い、一緒にチャンネル伸ばすなんですけど意味わかんない全部入れてくるよ普通に俺だから一人で話してたらこんな今笑えてないの。あー嬉しい、超楽しいわ。もうこれ話しすぎちゃうから、もうだからそうっすね、ね、これからもう完全に二人三脚です。僕と亀ちゃん二人でこの YouTube 本気で伸ばしたいと、伸ばすぞという覚悟でこれから邁進していこうと思いますので、ぜひとも皆さん本当にいろんな意見あると思うんですけども、応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にこれはよろしくお願いします。裏でこうやってねやってたけど伝わんないけど、やってたのよ、もう風ぐるぐらい。もうぜひとも応援、グッドボタン、そしてチャンネル登録、たくさんコメントとかでね、これから僕にやってほしいネタだとか全部教えてください。全部教えてください。全部もうこうフィードもらってアウトプットしていきますんで、この夏終わった時笑ってたいね。笑ってたいっすね、マジ笑ってたい、笑ってたい、マジで。ベンツ乗り回してたい、もうその時には。おぉおぉ、あ、そうだ、カメちゃん部屋を分け与えよう。うわぁ、あざす。ということでカメちゃんの部屋作りやりますか。ありがとうございます。よし、ということで部屋作りやっていきましょう。ショウということで、カメちゃんの部屋は、こちら！え？ここ？ここだ。ここは俺は使わん！和室！ええ、わかっている。汚れている。ここは物が多い。オールバッグもいっぱいだ。この机とかあれだよ。芝湯の力持ってきたやつだね。うわ、マジっすか。そうよ、芝湯の机で仕事していいんだから、これ。なめなめ。なめなめじゃないよ。気持ち悪いよ、なめなめは。ダメでした。手でなめなめは一番意味わかんない、ほんとに。なめなめ NG ですか、ね、なめなめ NG ですよ、そりゃ。マジで共同生活だな。いや、ほんとに同性だ。初同性、男だわ。意味わからん、普通に。初めてのルームシェア、男ですね。男だわ。きっしょ。すごいね、これ。いいですね。おもろ。パターでも転がしてみなよ。よいしょ。これ。これ絶対にこの今の一発だけがこのオンエアに乗ります。ブンブンマンブンライフの成功を祈って。ダッシュ！え？カメちゃん？はい。片付けは？何も変わってないって。トラド化して、布団を敷きました。もしかして君、はい、同じタイプの人間だね。岸田さんもこうしますよね。マジでこれで完成。やべえ、この二人マジで。マジで増田に怒られるよ、ほんと汚したら。なんで増田？おはようございます。マジで増田が本当にこの家を掃除してくれたから。本当に怒るよ、増田が。タツニーの、まんまんま。もう、時間は今、12時45分。君、お腹空いてないかい？いや、そうですね。今日も早起きして。だよね。いいだろう。岸田達也が料理を振る舞ってやる。岸田さん、料理上手でしたっけ？めちゃくちゃうまい。ご飯だ！行くぞ！うわぁ！ということで、食材を買ってきました。たまたま、牛乳。鶏もも肉え、文字じゃん。ほんとだ。ほんとだ。ほんとだ。卵。これでもう、皆さんお分かりいただけたと思います。あとバター。積み重なるバター味噌してんのよ、これ。しかも全部新品。いや、積み重なってるわ。ないと思って買ってんの、これ全部。今度バターパーティーしましょう。バターバッチをすること。なんと、今日のメニュー、
皆さん大好き、オムライス！やったー！私のオムライスの動画知ってます？あ、はい。ふわふわにできるまでやりますみたいな動画を撮ったんですよ。で、僕はだからそこで勉強をさせていただきました。なので、それはできるんですよ。オムライス作ることが。卵をふわふわすんのはもう俺できる。ケチャップライスってもうその時後輩に作らせたんですよ。作って。え？俺まず卵がうち売りなのよ。本当に、うちの商品としては。はいはい、ケチャップライスが何でもいいの、マジで。でも、炒めるだけっすよ。炒めるだけは無理なの、俺に。炒めるってマジ、超むずいかなって。普通に。チキンライス作ったことない。ないです。ないか。でも、マジ炒めるだけじゃないですか。いや、マジで、舐めすぎ。だって、チャーハンのケチャップバージョンみたいな感じですよね。チャーハンなんか作れるかい！カブちゃん、俺たちは大人になろう。うわぁ！これでいい。できました！たまたまあったとは思えない。チキンライスの完成です。少なこっち。こっち多めっちゃ。なんで？これカメちゃんのせいだよ、これは完全に。じゃあ確認したじゃないですか、僕。少ないですけどいいですかって入れてた時に。いいよ。って言ったもんね、俺。行きました。言っちゃったよ、もう。とりあえず作ってこうよ、これで。上から見るとめっちゃいいんですけど。はい。こう横からにしたときに。何ですか？マジで低すぎ。きまーきまーもうやめてもういいって取れ高作ろうとしないで。ほんとごめんなさい、してない、そんな。演技しないでください。演技しないでくださいは、マジ芝居起こるから、マジで。これも前回覚えたんですよ、こうやって。はい。はぁやばい、ミス。やばい、うまくいって頼む。まだわかんない。おいけた。両手で割ればいいじゃないですか。ダサいな。普通に。え、ダサ。ダサ、普通に。え、待って、何してるんですか？何してるんですか？え、何してるんですか？え、どういうことですか？今のここだけ使って、普通に。卵黄と白身がよく混ざるように、縦に、はい。やることが重要ですね。おぉ！こっから時間。こっから時間、こっから時間。そうですね。やばい！あ、でも。いいね、いいね、どうなんですか？ダメなんですか？僕は、スクランブルエッグ作ってる。スクランブルエッグ作ってる。どいてどいて、ほら邪魔すんじゃねえよ、ほんとに。何してるんすか？ねえ、気持ち。でもなんか、かわいい。え、いけてない？結構。え、これいけてるよ、多分。はい、開くよ。いきますよ。いや、どうなんだ、どうなんだ、うわー、落ちんな。ちょっと待って、やばい、ここまで結構パーフェクトじゃない、これ。マジでいいっすね。え、オムライス屋さんが切る直前のやつですよ。直前のやつだよね、これ。いけ。いやー、どうなんだ。え、え、これ、ちょっと待って、うわー、これ待って、これ。え、過去一じゃないですか。え、過去一出てる、これ。え、アジの開きみたいになったけど。完成。パチ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 。ハーツオムライス完成。二人のオムライスが完成しました。かわいい。コーラで乾杯ですか。今日に始まり、この夏二人でめちゃくちゃ YouTube 伸ばしましょう。伸ばしましょう。お願いします。乾杯。乾杯。イエーイ。うまい。やった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。楽しかったです。楽しかったよね、マジで。楽しかったです。初めて動画撮ったとは思えんね。一緒にこれから頑張ってくれる仲間の紹介。そして最後には一緒にご飯を食べるという動画でした。いっぱい動画見てください。お願いします。いっぱい登録してください。いっぱい登録してください。拡散もしてください。あ、拡散、もうすごい。あと何？コメントもいっぱい書いてください。もう最高。グッドボタン。通知オンも。あ、そんなとこまで、もうすごっ。全然知らんわ。ということで、本日の動画もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ということで、動画を見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。この動画でも決意表明した通りですね、新しいパートナーの力を借りまして、これから YouTube 本気で取り組んでいこうと思いますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。でね、ここでですね、皆様に、
降りてお願いがあります。というのはですね、私現段階ではですね YouTube 能力皆無でございます。本当に見よう見まねで、まあ楽しいからマジで最高なんですけど、やっぱりまあ人生で一回は本気でやってみたいということも含めてですね、この夏本気で取り組んでみようと思ったわけです。それに際しまして皆様にどんどんアドバイスをいただきたいんです。おい岸田、画角が揺れてて見にくいよとか、もっと尖った企画やれよとか、笑顔がぎこちないねとか、僕がねまだ未熟な分皆様に作り上げていただく、助けていただく YouTube チャンネルにしたいと思っております。やってほしい企画だとか、まあいろんなアドバイス、まあダメ出しからお褒めの言葉までたくさんねコメント欄に書いていただけると幸いです。そしてね、もう一つだけお願いございます。皆さんを巻き込んでこの YouTube 盛り上げていきたいと思うばかりでございまして、なんとか拡散のほどお願いします。本当にお願いします。この時代ですから、なんか切り抜きで TikTok に上げていただいたりとか、ショートに乗っけたりとか、インスタに乗っけたりとか、まあいろいろいろんなもう Twitter に乗っけたりとか、とにかく皆様の拡散の力をお借りしてですね、一人でも多くの方に知っていただきたいと思っております。本当にお願いします。伸ばしたいんですよね。岡崎に来て、岡崎でみんなと遊ぶようになって、正直言って僕の人生は大きく変わった。やべ、こいつらと遊びてー、こいつらの子供と遊びてーとか、もうなんかずっと長い将来まで岡崎にいたいって、やっぱり思うわけです。それでこの僕の YouTube の辰巳のブンブンマンブリライフの最大の目標としては、家買いたい。岡崎に家があったら面白いと思うんです。本当に面白いと思うんだよな。この岡崎に家を買って秘密基地みたいにしてみんなと遊びたいんだよね。それがね結構実は僕の目標であります。そのためにね、この YouTube を伸ばして、伸びれば絶対にその夢は叶うと思うし、自分が頑張ってる姿ってちょっと見せてよなって思ったわけです。いやいや本当に動画の後で長くなってしまったんですけど、やっぱりこう動画内ではこうわーっと喋ってるんで、実はちゃんとこう話したいことメモにして、この夏の思いを私一人で伝えたいと思って、この最後につけさせていただきました。すいません、長くなってしまって、臭いこと言うのもなんかうわって感じなんですけど、でも言わんと伝わらんこともあるしな。ちょっと最後につけさせていただきました。ここまで見ていただいた方、本当に貴重なお時間をいただいてありがとうございました。いやいや頑張りますよ。楽しくキャラキャラ楽しくも俺の明るい岡崎ライフに向けて再出発でございます。皆様こうご期待してください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。